Seven high-end German cars. I want more pianos. Please. I beg of you. New save data? You know what? Go for it. Previously. 登場界最強と言われる道島組が独占を狙う巨大なリーグ神室町再開発計画その鍵を握る殻の一坪の所有者牧村誠は橘の生き分けの妹 The man was dumb and he's seeking RPGs It was a sight to be seen 特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ暴力の闇に飲まれていた神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた Black and white. Finale! Finale! Also, probably the last bit of the VOD, too. I'm not doing anything else for this game. Dude, I'll do Kiwami, but I'm probably just beeline the game again. To be honest. Any of the open world stuff, I sleep. Except doing each song in karaoke once. What the? Shoot, what the? 失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫。手術は成功です。ただ、まだ意識が戻ってません。She's blind again. もしかしたら、このまま目を覚まさないかもしれません。な、何やと？という状況よ、セラさん。セラ真島牧村誠の場所を移すここは危険だ堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る守りきれんせやったらどこへ少なくともここよりは安全な場所だ先生にも付き添ってもらうお前も一緒に来るか俺があの子のそばでできることはもう何もないやろセラ誠を頼む俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある、うん、これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われるせやから俺が全部しまいにしたるお前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか先生もあの子を頼むでなんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれやI mean, the finale will probably be the longest chapter. I mean, the intro was what, like 2 hours long? The same night. ようやく本格的に役人が動き出すことになった。
渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけです。Do you ever have your head straight? その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら徹底的にやらしてもらいますよ親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、桐生、錦、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ桐生、お前、真島五郎って男、知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんなやつ誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立場のためにも彼女だけ。What a grand job you're doing at that. 何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。All right, later, bro. You stay right here.What do you want? それにしても、真島ってのは何者なんだ。おい、キリュウ。まずはあの子を見つけねえとな。あれこれ考えても何も始まらねえ。Are you gonna follow me? I don't know what you want from me. Yell me to not ignore you, then I come back and you tell me not to waste time.So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 safe spots in this game, huh? Let's do it.
そっちは日教連のセラだ。セラさん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。What a guy. I keep holding him and beat the sprint. Dark Souls. So convoluted. My dog is going crazy upstairs. Multiple taps. Anta no kyaku wa acchi da. Tachibana san wa zannen datta. Saigo ni hitome demo imouto to awasete yaritakatta na.あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア街に住む中国人を代表して。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかね。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な。一応峠は越えたが、まだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです。それじゃ彼女は目が見えるようになっていた。視認グラスです。光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか。おそらくな。
あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。奴はこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織、久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば、殻の一壺は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も殻の一壺を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃおやっさんはあなたに東条会を託したってことですか？ My bad, Richard. そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今何とか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだな。芝浦？お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな？Well, my job here is done. Roll credits, please. To West Park. Then we roll credits. There he is. Oh, those are those. I need every door.
おお、おい、待てよ。キリュウ。認識。なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。Four guys, are you absolutely dumb? 錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に肩がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまり、どうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け、錦。わかったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。That strut. Kuze. Anta hitori ka? I doubt we're fighting again.組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。
堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。あ？あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれ、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見物だな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。Or I got a soap plant sign. Nante yaru da temi wa doko made mo tsuyoku nari yagaru. Kuze no兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教連逃げ切る。そこに奴が渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろ。渋沢は殺し屋に女を出せる時わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ
報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キリュウ。錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キリュウ、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリュウ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。Leave your tissues out of this. Kiri, この車に乗ったら最後だ。Dude, that's fine. I'm ready never to return. 戻って来られる保証はねえぞ。もうやり残したことはねえな。あれば今の。This is your last chance to move about freely before the final battle begins. Beat Nishikiyami for the list of options. Choose which to Majima for the last chance protagonist. Switching to Majima, you will have the opportunity to return to Kiryu. You can prepare thoroughly. Just so you know, this is the perfect time to make a new save, new game save. In case you need to come back. I mean, I'll do it. I guess I ever do want to come back and get some side achievements on my own time when I'm going for gamer score.We have a save every part of the game. They're not numbered. I mean, they are numbered, but not that one, like, chapter based. Yes, I'm ready. Ah, 大丈夫だ。芝浦までやってくれ、錦。日教連は船をアジトにしてる。わかった。Look at that bubbly. My last day on Earth, gotta make sure I go out with nothing left undone. Just go.忘れちまったのか俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてと、またボコボコにしますよ。 Dude, you're bald by like 21. Come on now. I didn't forget who they were. It was probably like maybe an hour ago. Hour and a half. 俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。まとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、
ブルっちまって声も出ねえか。てめえ。ごめんなさい。すいません。Maybe they like, broke all of his teeth. Chinpira, I didn't know any of that. Majima chan. Omae ni asondaru hima nanka atta ka yo. Onna wa mitsukatta ka? Asondaru wa ki ya nai. Ore ni wa kore kara ikana akan toko ga aru. Eeどこ行くんだ。堂島組。堂島組。おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけ。殻の一粒はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ。真島、はっきりしろ。女は死んだのか。手放せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺はお前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな。真島ちゃん、狂犬みてえな顔してるぜ。やっ通りから飛び出したな。ガンガン。I'm playing for 7 hours. Maybe we'll just make this one long one, and then I'll just operate into Kiwami next time I play Yakuza. He's missing an arm? No, I see hands.なんだってめえ。まことから電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。Not even wanting to record though. Level head. I've been having a. I played a little bit, maybe like 3 hours. I did like the first chunk of the tutorial. Like I did like the first, 10 levels, and I played a tower, and I'm like, the mad tutorial, I mean, I did all the tutorial, and then I did the pre-built levels, the first like 10 out of like 300. But I was having fun, especially the tower. I did like the hardest one. Something like that. For the day. Oyaji, Serano Yaro wa mada fune ni modotte masen. Dou shimasu? Kamane. Hajimero. Hey.Hey. Lead pipe katana. He's variety here. That mean that dude has a 9mm gun. Kiryu.奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。Does he have a shovel? Where's he going?渋沢
you know what I can throw? お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。Just drop them, boys. I mean, they're sandwiched. You literally have the upper hand. Comp air.始めようぜ、キリエ。なんだ。こいつら。That dude has a heck of a arm. What happened to our boy's car?Oh, okay. Kashiwagi-san! Kazama-gumi ka! Kiryu! Nishiki-yama! Omaera wa fune da Shibusawa wa oe! Futou no renchuu wa Kazama-gumi ga hikiuke da! That dude have a stick? Ikou ze! Is it a large piece of barch?Bark. They all stand no chance. I'm a fucking maniac in disguise. Okay, that dude shot me. He's definitely priority number one. He is dead. Oh, you also have a gun, I see. Okay, three of them have guns.You don't have the level 3 heat, so I can't dodge the bullets. Need a frag?Man, he has a couch. Maybe a hand. Oh no. We're in our revolver, is that ammo? Get this trash out of here. Oh, we're in here now.
It's probably fine, right? You're an absolute fool. You dare grab me? I had a gun in my hand. It's probably a heal, though. Not like that. That was heat. きやった。柏木さんは何やってんだ。Isn't that like drywall? キリュ、俺がここで連中を食い止める。お前、一人で先に行け。ニシキ。Be fine。すんな。俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だが。いいから行け。あいつを止めねえと風間の親父さんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。わかった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。He's a lad. Tokyo. So many chairs. I'm blood boiling. You picked the wrong area to fight. You see all the lounge chairs?The table. Not like that, though. There we go. Looks like a table to the chin. Is that how we look it around here?Shibusawa family. Man has a barrel? Okay, the barrel? Never mind, the barrel is gone. Yeah, I thought that would happen.Popping me, dude. I just want to get some heat, please. That was stupid.
do have guns. I'm gonna sit here and heal. Down a bottle of Staminix. Maybe one more. Dude, there's more lounge chairs. You're fools. That dude's hair is on his hair. If you know what I mean. Just do dive at me? There's no need to waste my heat. Uh-oh. That's fine. Missed. Oh, I can just get a taste of that arena. I'm ready. いい加減にしとけよ、このガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。 The crazy eye。おやな。You're right。Like, I'll get the chairs。Easy。You are a fool. Oh my goodness.Through the door. Can I grab here? The rest of it? Maybe? I don't even use our heat, so. Launch a bombastic flying kick to deliver additional punishment to an enemy you bounced off the ground. Okay. I don't even know how to do freeze pose. Sure. And nothing. Okay. So I do use my money for that. Oh,
Oh, he's gone? Okay. Harden. It does help being able to move faster than 5 feet. Not gonna lie. Smack me. Through the door you go. Excuse me, sir. Is it a bit chilly? Can this stay over here for a minute? Or even more damage. Put the guns down, you weirdos. Finally got one. Oh, you're done now. Please? That still hit me and I'm mad. I will never get that health since we just dodged it. Or blocks it. Maybe now. Nope. You're lucky. My hand is like cramped for pressing X so often. Just spamming the X button. Have a seat. The gun's just like whittling me down. They're too good.
back to Kiru, maybe? Kairu? Mickey Mouse? Moto Shimanogumi. Majima Goro. 18人殺しの冴島大河の兄弟分お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えなる顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのはなんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。Aren't you like pushing 75? 本気でそない思うとるんやったら It's like a lot of hair dye?俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を見分け面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。What do they do that? ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつはあさってるうちに、俺の背中に背負った罪をへらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのは好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのは好きだから殴った。根っからの極道のくせに、いつからか、てめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが、楽だって気づいちまった。もっとも、楽に生きるのが楽しいとは、限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねんか。But like why? お前らは空の一つぼっちゅうざれ事のために無礼になって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ事には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。Hiroki Ueno。Oh my goodness。Yeah.
You're an absolute. Is your hand okay? Oh, he's toast. Once you get that combo going, you're donezo. This one doesn't much, it does help. Fool? Which is stupid. That's not where that is. Oh, you're a fool. The boots of pure rage. されてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いこと極道やってるとや、正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限り、てっぺんを取ることができん。なんてな、俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな、お前は。天野、お前か。They were chopsticks. So the man had chopped his tub through his thorax. こうまで俺に立てついてくるとはな。マジバ。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。道島。そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り、俺は誰だろうが好きにやれる。
力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ。どうじめ。And there he goes. Am I done with your ranged weapon? You want to go with the claws? You weirdo.Loud guy. Is he a loud guy? He seems kind of quiet to me. You cannot handle the heat. You absolute fool. Miss me. I've killed the butterfly before. I don't need to worry about you. For nobody.I remember the name of the butterfly from Sekiro? No, but I know it's a butterfly. I'm gonna call. This is the ultimate move. Why do you do that garbage run? He's so angry.I just scimitar. That's my scimitar now. Never mind, not my scimitar. It was gone. Well, did you know I have which or just spin the side of the Mississippi? You say frick? These parts? おとなしく待っとるや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。マジな。Who's that boy?キリュウ・カズマか。なるほど、風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。 I'm more like a walking gorilla.お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。Those are luxury, I heard nowadays.
女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根が完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか？そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけねえ男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会で真っ当に生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界と同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。なんとでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を打つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。空の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて？あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。Every time. Don't do it. Yeah.
the dragon seen some things. 竜背負ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。I bought the new Wendy's breakfast sandwich from across the street. 風間を越えて。ほら、堂島の竜になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが、竜は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ。そのくだらねえ戦いに。You see the gift hold in the end of the game?Or is that like game 7? Where you play the extra of the character? Or is that like the 9th game? I don't know. Is Kiwami just like 1 and 2? But just renamed? Because they're like a remake? Kenji something something something. Just shipping them all. He has a life bar. You're a fool. You stand no chance, great. Okay, yeah, you're done. You dodged me. Okay, hold on. Give me one of these toughest lights. Another Staminix. Give me one more Staminix.Oh, my tables, please. Realm overboard. I'm ready. We have to shirt up there. That's my chair? He's awesome. Way the beast.Absolute fool, that was my table. I broke it over your face. You take that from my hands? Oh no. Oh no, I lost my tables. What will I do? What was that? Oh, dang, I got one right over there. Oh, you're dumb. Don't do that. My back here. Excuse me, sir. I'm gonna go pop over here and get one of these. Yeah, yeah, we're good. Inflection. But the reactions. Inhuman. Watch.
Next. I'm just one thing. I learned from the habit. The road is going to keep going. It's not a loss. You too. Kazama too. And the woman too. I'll kill you. Tachibana no yoni na. I killed like 30 guys in the freeway. Damn it. Kill you! Nishiki. You don't know what I did in that freeway. I crossed it 30 plus times. に先走んじゃねえよ兄弟踏みとどまれいつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たらそん時は俺も一緒に越えてやるだから錦Sorry, is that concept art? そいつらを殺すのか、マジマ。当たり前。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやるが殺すんや俺がこいつらをまことの代わりに彼女がそれを知ったら苦しむだろうな何感謝するかもしれん謝るかもしれんだがいずれ彼女は必ず苦しむ冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく自分のために人殺しになった者に償う方法はこの世にないお前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か
ぼぼけが！せやったら俺はどないしたらいいんや。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないしてっちゅんじゃ。You can ask Kiryu, he killed 30 people on the freeway with the 45 caliber weapon. Makimura Makoto は意識を取り戻した。今、風間組の柏木たちが病院に移送してる。Makoto が意識を？な、何言ってる？女が生きているのか？バカな。それじゃあ殻の一粒はあの土地はどうなった？堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を逃げる生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ、あんたも。俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと？We going blasting. Sagawa. Shimano の兄弟に会いに来たのか。親父、おるんやろ。話があるんや。兄弟は今、近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一粒は日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。
じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。真島、親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一つを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。セラに言うとけ。殻の一壺も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったやつ。 The man has a big face. 可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。1 month later. Sainan datta na Dojima. Awa no gashi ni Kuze to Shibusawa mo satsu ni pakurareta. Kazama ga musho kara modotta tokoro de ima no Dojima gumi wa Kamuro-chou no saikaihatsu dokoro ja ne ってことか。
会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来登場会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。よく来たな。60 hours later。 すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は。そうか。おやすさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。The red shirt. おキリュウ、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山くん、急に大声出さないでよ。お前、堂島組に復帰したってマジか。今日、風間の親さんの面会に行ってきたんだろう。復帰のことも話したのか。さっき、風間の親さんにはこのまま仇に戻れって言われた。親さんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。
あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、やつら皆そうしてたんじゃないかな。 This cutscene has been going on for 35 minutes. そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でもらしさってのは自分で決めるもんだろう。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたって罰は当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。I'm sorry, is that not white? 俺が決めた。Is that cream? これで始めたいんだ。Mayonnaise? わかったよ。知るか。じゃあ、一生来てろ。ありがとうよ。なんだよ、急に。勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺はお前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返す。何言ってんだお前。 Is this bought out for you?そうか。じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ。てめえ。ほら行くぞ。Really 400 million yen.
I think the 400 to 500 yen steak. Maybe 1300. なんだそのヘンテコなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いかわからんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。He runs a Ruby Tuesdays. まあ、お前とは妙な体験しちまったが。これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたいときは連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやる。This game was so long. は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには I can see how long I spent. 諦めんことの重要さを教えた。俺も執着するで。真島殺し男の生き方に。好きにしろ。According to this, I am no time, not updated. Gotcha. Fantastic. I think I'm like around like 40 hours. After like Act 5, Chapter 5, I skipped.Every side story, the word for me. Majima-chan. Zuibun hayai omukai da ne. Sa, ore mo iku ka. Na.I did like 10 on Kiryu, and I did like 5 on. What's his name? Majima. Kimira, you like money? Who dressed this man in the right? Who dressed this man in the right? Shitskoi, this. Eka Genshite. So, Kari Kari Shinazan Nutte. So, so. Ocha demo nominagara, sir.ささ、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。これは障害っつうんだぜ。And some of them I thought were kind of like a bit weird champ, so I gotta just stop. 話なら聞く。その代わり私一人で。面白い。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。How well can you see? あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。I do plan on starting Kiwami like soon.
twice. You got slapped twice.下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴。どうです?こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。How dyed is your hair? 兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ?あ?天下の魔人。え?You ever hear glasses? Probably use them. What's he gonna do, Grandpa? More like middle-aged. Sensei. Ah, Anta, Makoto-san, ni nani suru ki da? Ah, chigau desu. Ima sugu, kanojo kara hanareru.違うの、この人は助けてくれて。How long is this cutscene? I've been sitting here for like 45 minutes now. いや、彼女は私の患者だ。何や先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何?どうなんや。何を急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたらそのけじめは取るもんや。どうなんや先生。I'm wondering when I started this cutscene, like 45 minutes, it feels like. Like, fall with his face.Like a Kuwa? あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや。俺のためにも。あんたの?ええからさっさと答えんかい。彼女は。ああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。It might help to give her glasses, but still. 彼女に話したことさえないが。なら、はよ言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか?何かされたんじゃ?何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか?いや、あの…うん、そうだ、今から少し…話する時間ないかな。
It's over. And I enjoyed the game after, like, the first four chapters. I thought they were kind of like just Risen Sleeper. And that some of the writing was like to make sure a 5-year-old understood it. But still enjoyed it. Also, it not being in English is kind of like a personal thing, but I didn't expect that going into it. It's like a personal thing, but like, I got over it. I literally had no idea what these were going into it. Zero zip nada. That was like my whole issue with the side stories too. They might have been a bit weird, champ, but I felt like they'd explain the quest to you 15 times a minute. So is Kiwami 1 and 2 just the first second game, just a different name? I do plan on doing them in 1, like sometime next week probably, and then 2. PS2, gotcha. And then 2, whenever that gets ported over. And whatever other ones come out before 7, I guess. If this is the Dragon one, even called 7? Mommy 2's already out. Is it? Gotcha. Dojima family patriarch Sohi Dojima became guardian of the third Tojo clan chairman Sera, but soon falls from grace as Captain Shintaro Kazuma assumes de facto control of the family, leading Dojima to languish in his glorious past. On a stormy night in 1995, a gunshot rings out from the Dojima family office and will reverberate throughout Tojo clan history. Yeah, I'm playing on Xbox right now. Following Takashi Miyahara's retirement, Akio has already become president. Saru Sera rises to Tojo clan chairman. There he enjoys a long and stable reign over eastern Japan Yakuza. His political connections earn a great deal of money for the Tojo clan's coffers, but 2005 his actions send the clan into another something. Futoshi Shimano and the Shimano family became a pillar of the Tojo clan in the wake of the Shōi Dojima's decline. Shimano continues to form alliances, including those with the Aomi Alliance, the Nofkanzai, and the Snake Flower Triad. In 2005, as the clan is thrown turmoil, Shimano steps with the shadows and began to rise to the top. So that one was longer. Okay. The Ujima family captain Shintaro Kazuma becomes a stalwart ally of the third chair. Sera with significant influence in the clan. In 1995, as events begin to shake the foundation of the Tojo clan, Kazuma rises to the direct patriarch. In this position of power, Kazuma begins to guide the Tojo clan's fate with all the finesse of the legendary tactician that he is. Akira Nishi-something, alone the empty lot, the incident earns some standing, and he climbs into his memories with Kiru. His one brother says their days at some flower orphanage, he stays curious, confident. But 1995 is dark year, and the events that follow, when Kiru observes time in jail, Nishiki becomes a changed man. His ambition to climb the ranks of the Tojo clan steers his fate. Under the aegis of Sera and the Tojo clan, the area around the empty lot underwent a dramatic revitalization. Today, a new emblem of Kamurocho stands proudly atop the story plot, the Millennium Tower. Oh, what a name. Guru Majima rejoins his Shimano family as his captain, where his fat ferocity earns him the title Mad Dog of Shimano. Feared and uncontrollable, his legendary rivals those with the regular Tojima. Majima continues to play a wild card role in the events that shape the Yakuza, alongside his one brother, Taiga Shimajima. He eventually becomes Kazuma Kiryu rises to lieutenant advisor of the Dojima family, known and feared as the Dragon of the Dojima. December 1995, an incident that will change his life forever occurs, and Kiryu serves 10 years in prison. In one massive struggle after another, Kazuma Kiryu is drawn back into the raging conflict of the Yakuza. The
the original development team. And whatever ones come out or ported over, I'll play them. That was like probably like 8 sessions, maybe? I've been playing it for 8 hours, my god. Jumanji. Let me think. What's the day? Saturday? Probably the latter part of the week. I'll start Kiwami, if I had to guess. Yeah. What's coming out this month? Oh, the jam. Song I've heard 1,000 times. I'm singing in the main menu for 20 minutes every time I play the game. Don't man, bro. These chicken nuggets and sandwiches got super cheap. Why is this news for me? Wendy's has removed promotions from its mobile app due to the meat supply concerns. The reports claim that there was simply not enough beef to go around. Said the response to the meat supply, you're going to call Nelson Elkja. So we're just for only $5. So they just, why had a politics get in them just adding chicken to the 2 for $5? Gotta get the ice burger in Borderlands 3. Did they add a new gun? Oh no, nevermind, this is just a new article posted disguising itself as new when it's just been out for a while. What did you drop by? Roaster, tenderizer, and Joey Ultraviolet. I haven't played any since I've killed Tom and Jam 1,000 times trying to get
a Saren and Ruin I never dropped. AKA, hey, we need you to land 20 shots and do 20 extra damage. For every consecutive shot you land, that's a percent of damage or something like that. Up to 20.全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私の
ちゃん。It's actually over. ¥300 million. Can I even use it? Dude, 1197 key grand pianos? I'm jealous. 153 grand pianos? I mean, come on. I was on hard for like 95% of the playthrough. 20%? Sure. Gamer score was 310. You know? I'm the best. Alright, get me out of here. Okay, cool.